戦車マイク・ベルナルド。オランダの精密機械、スピードが戻ってまいりました。元祖コンプリートファイターアーネスト・ホースト、 KO 決着必至のこのカードです。さて長嶋さん、はい、本当に楽しみですね。そうですね、今長坂さんおっしゃったように、まあ、あのマイクの方はもうパンチが K1 ではもう並外れていると、でホーストの方はちょっと変わったローキックというか、はい、あの膝の一番鍛えにくい部分、靭帯を狙っていくようなローキックなんで、はい、だからマイク選手の方もまだ、ね、だいぶ防御上手くなったとはいえまだまだだと思うんですけども、はい、そのローかパンチかというところになると思うんですよ、ね。さあ果たして最後にリングに立っているのはどちらか。マイク・ベルナルド、アーネスト・ホースト戦始まりました。いや僕は本当今マイク・ベルナルドは K-1 の中で一番いいと思うんですよね、はい、でもう佐竹選手とかアンディ・フィール、ピーター・アーツ全部倒してきましたんで、これアーネスト・ホーストっていうのがもう最後の あれですよね、あの実力測定っていうか、はい、もうどこまでやれるかっていうのは本当に見ものですよね。ただこれで簡単にマイク・ベルナルドが勝つようなことがありますと、もう今年97年の K-1 シーンというのはこの人一色になりますね。そうですね、それを止めることができるでしょうか、ミスターコンプリートファイターアーネスト・ホースト。まあ、これは本当予想しにくい試合じゃないですかね。右フック、ベルナルドの右フック。そうですね、まずはファーストパンチは右フック、そして左フック、ローキックを合わせていくホーストですが、ホーストも最初左いいの入ったんですけど、その後すぐ右返されてやっぱりちょっとパンチが出しにくくなるでしょうね。はい、今長嶋さんもおっしゃいましたけれども、ね、一番鍛えにくい部分に必ず狙ってくるんですよ ね、 そうなんですよね。一発目のローもそうだったんですけども、はい、普通の選手より低いんですよね、要するに膝頭の周りに狙ってくローなんで、はい、ももだとか腰の付け根を狙っていくようなローじゃないんですよね、KO シーンと言いますとね、ベルナルドのような顔面を狙った強烈なフック、はい、そしてハイキック、それでストンと倒れるようなものもありますけれども、このコースの場合のローキックで膝から落ちていく選手が多いですよね、はい、そうですよね、上から打ち下ろすローキックなんですよね、はい、そのあたりも違った武器を持ったこの両者が福岡のリング上で激突という形になっております。このローキックがどこまでで効いてくるかですよね。そうですよ ね、 ね、あ、うまい、ローが先に効く、リーマイキック、これはノーダウンです、スリップです。長坂さん、はい、森さん、試合前のアーネスト・ホーストなんですが、これまでで一番じゃないかなというぐらい最高の状況の、今日の試合を迎えているようなんですよ。そうですか、で今までやってきたことに自信を持っているということで、非常に万全の状態で今日のリングを迎えています。何かこのベルナルドを止めるのはもう俺しかいないんだというような ね、 うね、鋭い眼差しを持っておりました。ローキック、噛みつくようなローキックですよね、膝に。右ストレート、 そしてローキック、いいですね、いいですね、いいコンビネーションですね。お互いに両者を知り尽くしております。もういろんな戦いを見てきていますので、そうですよね、相手のいいところも悪いところも知ってます ね、 ね、左のクーベルナルド、ただやっぱりベルナルドのパンチはもうやっぱ受けてみないと分かんないと思いますし、ホースのうまさっていうのも本当に実際対面してですね、予想以上にやっぱりうまいって感じがしてると思うんですよね。これただ石井館長がいつも言ってるんですけども、ベルナルド選手のパンチはもうガードの上からでもどんどん効いちゃうっていうパンチなんでね、ポンと叩かれただけでもみんなストンと落ちちゃいますからね、はい、ホースト選手はあれですね、この間マイク・ベルナルド選手がスタンザマン選手と戦った時の戦い方っていうのがものすごく参考になるんじゃないですかね、ダニアさん、はい、あの時はマイク・ベルナルドとほとんど最後まで互角に戦いましたんでね。そうですよね。さあまずは第1ラウンド、ローキック、そしてハイキックでベルナルドを止めたいところです。これ1ラウンド目はもうお互いに本当様子見たという程度だと思うんで。そうですか。いや、そういう風に見えましたよね。しかしいいものをお互い持っています。ホースの人はやっぱり、本当やっぱり一番すごいなと思うんで、本当平常心なんですよね、はい、そういうベルナルドを前にしてますね、うん、一時期体重を90キロ台に上げて、そして100キロ近くまで上げた時に、スピードが落ちたんじゃないかという時期も、確かに本人もそういう時期もあったというふうに、ね、話してくれました。しかし4年前のスピードが最近戻ってきたんだという話をしています。ベルナルドのローキックいいですよ。いいですね、さっき出会い頭ちょっと、目立ってたんですけどね、ローキック今出会い頭うまく止めてますね。あ、見合って右のストレート、そして決めたんだ、ダウン、最初のダウンはマイク
ックベルナルドが取りました。すごいですね。アーネストホースト後ろ向きばったり。さあこれは怒り練習、試合を再開します。爆弾ぶちかました感じですね。すごい衝撃力なんですよね。体ごとぶつかってきましたね。今から右のストレート、ちょっとあのホースト今みたいな距離取った方がいいですよね。あの蹴りで離して、やはり遠い距離にいないと危ないですね。左のジャブを伸ばします。ホースト。右のボディブロー。左ジャブとローキックのコンビネーション。ミライキック。マイクベルナルドライキック。フェイントかけながら行きましたね。なかなか攻めていきたいアーネストホースですが、逆にここはマイクベルナルド。いいですね。ローキック内ももへパンパーンと上げていきます。そして左。右のアッパー。危ないところ。かすっただけでも危ないですよね。本当に。右のアッパーがやや頬の横をかすめました。左のジャブホースト、どうですか、ダメージの方は見た感じ。いや、まだあると思います。残ってますか。いや、もうさっきのダウンはもう相当ダメージありますよ、そうですか、ホースト選手。あのローキックいいですね、内側の。ベルナルドのローキックの方が今日は功を奏している。前蹴り、ホーストの前蹴り、距離を取りたいホースト。ベルナルドは一歩ずつ一歩ずつ中に入っていく。痛く、ちょっと今精密機械が壊れてるっていう感じですよね。あのホーストの一生懸命自分で立て直そうとしてるんですけども、はい、あの打たれた瞬間に一瞬この体の機能が停止するというそうですね、そういうことがあるらしいですね、さあいつ精密機械が元通りに戻るのか、その戻る前にベルナルドが決めてしまうのか。いや、あの内股のロキックいいですね。いいですね、ベルナルドですね、左ック。今までとちょっとなんか僕、ね、戦い方変わったように見えるんですけど、マイク選手の方戦うたびに一つ一ついいものを掴んできますね、このベルナルドという選手は。右のフックは、ああ、いいロキックだ。あっと、これですね、ベルナルドの顔色がちょっと変わった。このロキックですね、上から後ろです、はい、追い込んで叩きつけるロキック。左のジャブ、さあベルあのホースがちょっと回復してきましたね。戻ってきました。はい、右のロック。コースどうか、コースどうか。これはバッティングじゃないかというアピールです。ちょっとバッティングが当たったんですね。頭が当たったというアピールをしました。まだ割れたりとかそういうことはありません。第2ラウンド終了です。いい試合ですね。第3ラウンドに入りました。アーネスト・ホースト、マイク・ベルナルド、ミラクルカード、よくホーストは立ち直しましたね。2ラウンド目後半は良かったですね。分かんなくなりましたね。大したもんですよ。後半盛り返しましたからね。あのダウンから、ダウンからもうマイクの右、マイク・ベルナルドの右。マイク選手のペースになったらね、もうとてつもないラッシュが来ますからね、はい、このパンチ。マイク・ベルナルドは何狙ってますかね、これ。じわりじわりと何かプレッシャーをかけていきます。そうですね、ローキック で、はい、で動き止めといて、それであのパンチでさっきなんか右で一回崩して左でぶつけてきますよね。そしてやや右足を引き気味、アーネスト・ホースト、右のステップ、右のロシック、コンビネーション。さあホースト気合入りますね。バックスピン、あーホースト気合入りますよ。バックスピンキックを見せました。あまり見せませんね普段、はい、ホースト気合入ってますよ。今のマイク選手の攻撃なんかこう逆に自分が効いてるんで、なんかもっと自分が攻撃しなきゃっていうような攻撃に見えたんですよね。左のジャブ、中坂さん、はい、どうぞ。ここはベルナルドサイドですけれども、谷川さんの話もありましたけれども、左へ回ってローからパンチ、ローからパンチという指示が飛んでいます。やはり足も絡めてこようというところです。マイク・ベルナルドサイドは佐野瑞稀アナウンサー、そして赤コーナーホーストサイドは森翔一郎アナウンサーのリポートです。一回崩さないとですね、カウンターもらっちゃうからでしょうね。あ、なるほどね。パンチで最初にパンチ行くと一緒にパンチカウンターもらっちゃったりすると、まず足を止めて、まず崩して、打ってこうという。ただそれはホーストサイドの、ね、作戦に本来なってるはずなんですが、さあこのローキックいいですよ。今の3発ね、ローキック。このコンビネーション、ワン、ツー、スリー、3つ目アロー。右のフック、これをかいくぐる。右のフックもう一度左、左の返しもあります。ガードの上ですが、これも効きます。左のハイキック、ガードの上から。まあ、あのピーターズが2回負けてますから、まあ、これはホーストピーターズとライバルジムなんですけど、オランダとしては負けられないでしょうね。なるほどね、片やボスジム、片や着力、しかしフランスキック、オランダキック王国、マイク・ベルナルドにね、全滅という形にはなりたくないですね。まあ、2枚看板ですからね、オランダの。左の素晴らしいコンビネーションですね。今ボディ効きましたね、レバンド。マイク・ベルナルドの足が止まっている。マイク・ベルナルドが動かなくなっている。その後のローキックは本当に効きましたよ。あれ、さあ重戦車のキャタピラを外して、これから中に攻め込んでいくのか。右のローキック、今フェイント、もう上からナタで効きましたね。これはいいですね。このラウンドホーストですね。このラウンドホーストが取ってますか。左
左のローキックを返していくベルナルドですが、ホーストが右足を下げて、いつでもキックを出せるぞというような位置、左ベルナルドも自分の距離に来るとパンチを繰り出します。さあロープを背負うか、ホースト右のロー、体を寄せます。最初のラウンドのダウンからここまで持ち上げましたね。第3ラウンド終了です。第3ラウンドホーストですけれども、その後徐々に盛り返しつつあります。左のボディから右のロー、芸術品ですね本当に。これで完全に止まりましたからね。芸術品のようなコンビネーションですよね。なんか右のおとりっていうんですかね、フェイントかけて左のボディ打ったっていう、ですからパワーでいきますと、まずボディで息をぐっと詰めさせておいて、はい、そして痛みのローキックという二段攻撃ですからね。さあホースト、これからどこまで追い詰めていくんでしょうか。一方のベルナルド、 KO 決着自分に呼び込むことができるでしょうか。第4ラウンドです。全く先が見えなくなってまいりました。このラウンドホースト行くと思いますよ、ダウン1回奪われてますから ね、このラウンド右ストレート、ね、ロー合わせる。あとさあしかしここはベルナルドが出ていきます。ワンツースリーフォー、ベルナルド膝から崩れ落ちた。K-1 グランプリ96の決勝でアンディに敗れた時のような、膝から崩れ落ちるベルナルド。すごい速いコンビネーションでしたね今の。ワンツースリーフォーでさあパンチのベルナルドか、それともロングスクのホースト。あ、切れましたね、切れましたね。あ、右の目尻から鮮血が滴り落ちています。ホースト右の目の上をカット、ストップします。ここでドクターチェックが入ります。右の眉毛のあたりですかね、ご覧のように胸板まで血が結構出血してますね、落ちてますね。これただマイク選手ダウン奪われましたけども、はい、K-1 は分かんないです。いやだけどマイク選手もまた盛り返しましたね。盛り返しましたね、あれはすごいですね。今のダウン戦意喪失かというのはね、戦意喪失かと思ったんですね、ベルナルド今までそういうパターンも結構ありましたから、はい、これはでも本当 K-1 分かんないですよね、お互いの攻撃力があるんで。今は頭が当たったような感じはありませんでしたんで、お互いのテクニックのぶつかり合いだと思いますが、右の眉のちょっと何で切れたかちょっとわかんないですね、眉尻のあたりですかね、2人が交錯した後、バッティングですかね、谷川さん。ちょっとスロー出ればわかるかな。あ、左のフックですか。これは効いてますよね。効いてますね。この左フックの切れた、こう擦ったとか感じですかね。グラブが擦ったのかもなんですね。何なんですかね。頭は当たってないですね。さあ試合再開です。いい試合ですよ。このまま試合が終わってしまっては福岡のファンは納得いきません。このインターバルも結構どう左右するか見ものですよね。そうですね、玉井氏が残っていた。あ、早いですか。すごいコンビネーション、素晴らしいコンビネーション。2度目左のフックダウンは2度目ベルナルド。すごいコンビネーション全部。コンビネーションダウンとコンプリートファイター、アーネストホースト。すごいですね、ノックアウト勝利はあそこまでやらないとベルナルド倒れないですよね。だけど逆に言うとなんか今リングサイドで下でピーターズも喜んでましたね。なんかいやー驚きました。素晴らしい。ピーターズも近くまで来てますよね。アーネストホースト、これは復活の勝利と。驚きましたね。しかしこのコンビネーションは素晴らしいですね。完全に戻りましたね、スピードはね。戻ってますね。さあ1度目のダウンに続いて2度目のダウンもコンビネーション。